国民スポーツ大会に出場する選手たちに提供する弁当の販売会が今日佐賀市で開かれました。ありがとうございます。佐賀市役所内にできた長い列、お目当ては国スポで選手に提供されるというお弁当です。この販売会は多くの人に国スポを身近に感じてもらい盛り上げていこうと開かれました。弁当は三つ瀬鶏の唐揚げやイカシューマイ、県産の肉など佐賀ならではの具材にこだわった3種類、中は9マスに分かれていて1マスあたり何キロカロリーあるか箸袋に記載する QR コードを通じて確認できるようになるということです。販売会は弁当を食べることができる唯一のイベントとあって訪れた人が次々と買い求めていました。頑張っていらっしゃる選手の皆さんと一緒に共有したいと思ってお弁当をですね、それで頑張ってほしいから早く食べたいです。用意された300個の弁当は販売開始からおよそ30分で売り切れたということです。